どうも、こんばんは、コルコルです。今回はですね、いつも動画見てくれて本当にありがたいんですけども、最近になって腕のケアラ、お腹のケアラの誹謗中傷コメントがあまりにも多すぎるので、私は大変悲しいです。でももうここまで言われたらもう毛が濃い僕が悪いんでしょうね。こんだけ毛が濃い僕が。なので今回買ってきました。大量の強力脱毛クリームです。レビューを見るともうこれかなり落ちそうですね。股間はやめといた方がいいです。金玉が炎症を起こします。まあ正直やっぱ男ってのは毛深い方が男らしくてかっこいいと思うんですけどもね、やっぱ世の中も変わってきてますから、もうジャニーズみたいにツルピカボディになりたいと思います。ということで久々にだらしねえ裸晒してますけど、今回こちらの脱毛クリーム8本用意してまして、両腕に2本、そしてこの両足に4本、そしてボディに2本という計算になってます。いくら強力とはいえね、ちょっとつけただけじゃ絶対に取れないんで、まんべんなくベッタベタにつけたいと思います。あ、なんか匂いは本当普通にいい匂いですね。毛が覆われるくらいの厚さまで塗ると、10分ほど放置した後塗る前で洗い流してくださいということでね。おーおーおお、めっちゃスースーして寒いっす。4本で足りそうですね。こういう系って、あ、こういう系じゃないですよ、こういう系のクリームって結構ヒリヒリして痛いんですけど、これ全然痛くないですね。僕肌弱いんですけど。はい、ということで全身塗り終わりました。もう結構こうでもなんかスースーしますね。なんか毛の形もですね、こんな感じで、なんか毛もうにょにょにょってなってて、なんか変な感じになってますけど、この体勢で10分待つのつれえな。10分ぐー。さあ、ということで10分経ったのでお風呂で洗い流したいと思います。あとはもう綺麗さっぱり落ちれば完璧です。もう一気に湯船に浸かって洗い流したいと思います。しー、さあどうだ。ああさあ落ちてるか、落ちてるのか、落ちてるのか、あれ、え、ゴシゴシこすった方がいいのかな。すげえ汚ねえ、たわししかねえんだけど、ちょっとこれでゴシゴシやっ、お、あれ、ゴシゴシやることによって、ほら、あらら、ちょっと黒いのがどんどん消えてってるよ、これ。ちょっと左足だけゴシゴシしたんで、見ていきたいと思います。おお、めっちゃツルツル。ちょっとこの勢いでも全部ツルツルにしていきましょう。洗い流した結果、ツルツルになりました。いや、なんかさ、毛があった時はそんな恥ずかしくなかったんだけど、毛がない状態の裸見せるのすげえ恥ずかしいんだよね。やっぱ毛があることによってちょっとなんか服を着てるみたいな感じに俺の中でなったんかもしんない。なんかそう考えるとさ、毛ってさ、自分だけのオリジナルの服だよね。あと毛がないことによってボディーソープが泡立ちにくくなったり、なんかいつもより寒く感じる。これはやっぱり毛あった方がええな。ということでお風呂の湯を抜いたらこれですよ。うわー、すごいこれ。毛が全部こうやって残ってるっていうね。